ピッチヒクレチアンのゴウジク調整もそこそこできたので、満を持して水星撮影を再開したいと思います。実はゴウジク調整前後で明け方の東の水星は狙ってみたのですが、映せたのは、アトラス水星だけでした。撮りたい水星は夕刻の西にいるので、久しぶりに西側ベランダに設営しました。8月26日は、透明度の良い晴れで、夕立の可能性は低いって予報だったので、西側の見晴らしの良い近所の山へ行こうと思っていたのですが、風が強かったので断念してベランダ設営したのです。西の低空の水星を狙うには隣のマンションが気になりますが、撮りたいオルバース水星は北斗七星付近だったと思って、なんとかなるかなと、設営したのです。久しぶりに真面目にフラットから撮ります。フラットの露出時間が決まりました。フラットが終わったら LED パネルを外して、望遠鏡に蓋をして、ダークフラットを撮ります。フラットと同じ露出時間、温度で撮る。何も映っていない状態です。北極星が見えてきたら、極軸調整と赤道儀アライメント。準備ができたのでオルバース彗星を導入します。まだ薄明中の低空なので、プレートソルブは失敗する可能性が高いです。なので近くの恒星で位置補正して、ステラナビゲータで導入します。M64 銀河を導入して導入精度を確認してみます。あ、何これ。何が起こっているか気がついたけど、彗星を導入してみます。これ、隣のマンションです。北斗七星くらいの位置なら大丈夫だと思ってたけど、それは7月の位置で、今は髪の毛座、大失敗の巻です。気を取り直して、オルバース彗星以外を撮りました。カマラー座、ウサノビシス彗星、急激に暗くなっているので撮れるのは、もうしばらくの期間です。2年前に明るくなったアトラス彗星、
半年前に明るかったパンスターズ彗星。この後、M27 星雲を撮ろうとした曇ったので終了。夜中、気がついたら晴れていたので再度設営して、M15 球状星団。暗い彗星ばかりで何が写っているのか謎写真だけになりそうでしたが、なんとか、何が写っているのかわかる写真も撮れました。今は明るい彗星少ないですね。1年後に13等まで明るくなるパンスターズ彗星。今が一番明るい時期のマグノート・ヒューズ彗星。久しぶりの彗星撮影でしたが、南火山尿感が残っちゃいました。